叩き土を破りて民族の怒りにも許しま大きい縄よ我らと我らの祖先が血と汗をもて守り育てた大きい縄よ。お、そこでは気がつかなかった。数字がいいですよね。おかきほっこ。あ、いい、もういいですか。戦争法案絶対に反対です。子どもたちを戦場には絶対送りたくありません。とにかく廃案。カメラマンがいっぱいだな。皆さんこんばんは。戦争させない救助を壊すな障害行動実行委員会です。6時半になりましたので、第11回目になります。11回も重ねてきましたこの木曜日の国会前の集会を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最初に、祝福コールを上げていきたいと思います。岸山さんよろしくお願いします。皆さんこんばんは。参議院の本会議を見られた方もいらっしゃると思います。国会に向かってコールを行っていきましょう。戦争法案今すぐ廃案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 。今すぐ廃案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 
先頭の説明委員会の内田さん。
連日の報道経緯を表します。戦争をさせない県民委員会事務局長の内田です。すでにこの戦争法案について憲法違反であるということについてはもう論議の余地なしであります。それに対して政府の側は何を言っているか、安全保障の環境変化あるいは法的安全性は関係ない、こういうようなもう無茶苦茶なことを言っているわけです。今この国が集団的自衛権行使を容認し、そして自衛隊をどん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 拡大し、そして米軍と一体となって行動する、これを喜ぶのは中国の文化側です。そして日本の軍事産業、世界の軍事産業だけです。今日本の軍事産業とオーストラリアの軍事産業とのあのはしゃいでいる姿どうでしょうか。皆さん今本当に安全保障の環境が変化するのかどうか、確かに今の中国は弁護士を連行したり人権弾圧をしたり様々な問題があります。しかしそういう中国に対して集団的自衛権行使の容認ということで対峙しても解決はしません。キーワードは平和と安全と寛容です。平和とはこれは今あの戦争をめぐって日中の軍事的な冒険者たちがわずかな紛争を起こし、それを契機としてお互いに軍事国家の道を歩もうとしている、これを端的に示しているのがあの石原慎太郎の挑発であったわけです。今私たちは絶対に日中は衝突を起こさせてはいけない、そして全てを話し合いによって解決する、こういう平和を絶対に維持しなければならないわけです。そして2番目のキーワードである反省、これが日本がしっかりと歴史に向き合うことがあります。これは例えば日中共同宣言における日本側は核において日本国が戦争を続いて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し深く反省する、あるいは95年の村山市長談話において我が国は遠くない核の一時期国策を誤り戦争の道を歩んで国民の存亡の危機を背負うとして植民地支配と侵略によって多くの国にとりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました。私は未来に過ち中出し面とされるように疑うわけでもない、この歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて痛切な反省の意を表し国王からのお詫びの統治を表明いたします。こういう反省の意を私たちがずっと維持し続けることがあります。そして3番目の寛容とは、これは私たちが直接声高に言うことではありませんが、あのメルケル首相が日本に来た時、ドイツとフランスがその和解なしさについてはフランスの寛容の態度があった、こういうことを言っています。ドイツとフランスは日本と中国の戦争よりももっともっと段階の段階の戦争をしてきました。そのドイツとフランスが和解をして、そしてヨーロッパにおいて EU、欧州連合、こういうものができてきたわけです。今私たちはこの平和、絶対に武力衝突を起こしちゃいけない、そして反省、我々がしっかりと歴史に向き合う、そしてそれを前提とした上で中国あるいはアジアの諸国に対して寛容を求める、これこそがアジアの緊張緩和に役立つことなんでしょうか。今安倍首相のやっていることは集団的自衛権行使の容認によって、そして武力でもってこれをしようと、これは政治家としては全く愚力の骨頂であるわけです。そんなことでできるならば政治家はいらない、政治家はそういうようなことをその歴史に向かいながら寛容を求めながら、そして反省を示しながら平和を求めながら、そういってそういうことをすることによって緊張感を図るのが政治家の仕事ではないでしょうか。皆さんそういう確信を持って、私たちは絶対にこの集団的安全保障に基づく戦争放射を阻止するという決意を持って頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして憲法共同センターの小田川さん、よろしくお願いします。おはよう皆さん、前日の共同参加大変ご苦労様です。憲法共同センターの小田川と申します。何としても戦争法案の廃案を、その決意を込めて申し上げたいと思います。皆さん、この参議院の段階に審議が移って、いくつもの問題また新しく発揮してきたのではないでしょうか。一つは
戦争法案が憲法やこれまでの政府の見解との整合性十分吟味をせずに出してきたのではないか、こう疑われる発言が出たように思います。磯崎首相補佐官、法的安定性よりも安全保障、この発言そのことをまさに端的に示していると思いませんか。磯崎補佐官は法案審議に悪影響を及ぶ謝罪をしましたけれども、言ったことが間違いとは一つも言っていません。そのことは何か、結局憲法はどうでもいいから安全保障だ、この立場が今の政権の本音なんだということを改めて発揮させたんじゃないでしょうか。そうするとこうなります。戦争法も違憲、安倍政権のやろうとしていることも違憲、憲法違反は安倍政権そのものだ、こういうふうに言いたいと思います。皆さん、このことをもっともっと国民の皆さんに伝えていこうではありませんか。かつに100歩譲って安全保障の側面からこの戦争法案を考えても、いくつもの欠陥発揮してきたように思います。一つは安倍首相があれだけこだわっていたホルムズ海峡での機雷の敷設とその撤去、この問題とうとう変えてしまって南シナ海にまで下がってきてしまいました。どういうことなんでしょうか。この言わんとしていることはっきりしませんけれども、結局は存立危機事態というその基準、政府の中でも十分検討されていない、言葉を変えれば政府が判断すれば、存立危機事態だと判断すればいつでも出せるような白紙委員をこの法案で出してほしいと、こういうことになるんじゃないでしょうか。こんなこと絶対言いづらいと思いますけど、いかがでしょうか。皆さん、他の国に自衛隊を派遣をする、その基準が法律にない、そんなことでは法のルールなんかないと等しいでありませんか。こういう法律絶対に許しちゃならない、改めて強調したいと思います。同時に皆さん、昨日ぐらいから安倍首相は自衛隊の派遣地域は戦争行為が行われる危険性がない地域なんだということを言い始めています。だからこれまでのイラク特措法と変わらないんだ、こういうふうに言うんですよね。だったらなんで新しい法律が必要なのか、こういうふうに聞きたいんですけれども、だけど、戦争法、現に戦闘が行われていない地域というふうに言っていて、その危険性がある地域には出してもいいというふうに法案になっているんじゃないでしょうか。私、安倍首相は嘘を言っていると思います。嘘を言ってまで法律を通そうとする、あるいは嘘を言っても国民の皆さんは許してくれると思っている、このことこそ国民の皆さんの怒りを高めている大きな原因じゃないでしょうか。私は非常に腹が立ちながらこの話しました。こういう思い、何としても戦争法案を通してはならない、廃案にしなければならないという思い、強く強くさせることばかりだと思います。総掛かり行動実行委員会が8月30日に10万人国会合意行動、全国100万人の行動を呼びかけさせていただきました。憲法共同センターの団体の中にはすでに1万人の仲間を国会に動員をしよう、国会に参加を呼びかけよう、こういう論議を始めたところもあります。8月の戦いがなければ9月はありません。8月の戦いで何としても戦争法案の廃案、その大きな足掛かりを作って、そして安倍政権を退陣に追い込む、そのうねりを8月の間に作り出してしまう、この構えで皆さん全力を挙げて頑張ろうではありませんか。そのことを教えて憲法共同センター官の外交をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の高田さん、お願いします。こんばんは。ご紹介したクラスター高田です。今日フェイスブックを見てますから、こんな時間がありましたね。要するに安倍首相がこの前の選挙ですでにこの集団的自衛権に関しては国民の信任を得てるんだというふうに言い張ってることに対して、どうなんだろうというフェイスブックでいくつか議論がありました。それで実は私は思い出すことがあって、1月1日の
市民運動の解放に私が書いたことがあります。それをちょっとフェイスブックの仲間たちに引用したら、それはぜひ知らせるべきだ。私は結構知られてるかなと思ったんですけれども、そういうふうに言う方がいましたので、ちょっと書いてみて改めてご紹介をしておきたいと思います。これはある大手の新聞の記事なんですけれども、この前の総選挙の時に公示後、安倍首相は74回街頭その他で演説をやったそうです。その74回の演説の中で集団的自衛権という言葉を使ったのはわずか13回と言います。これは言葉を使っただけで、集団的自衛権について丁寧に説明しているということでも何でもありません。そして選挙戦の最後の5日間は集団的自衛権の主の字も一度も使わなかった。安倍さんの選挙戦というのはそういう選挙戦だったんですね。ところが選挙が終わると、自分は集団的自衛権に関しては有権者の説明をした、自分は信任を得たんだ、だから集団的自衛権についてやって何が悪い、こういうふうに言い直ってるんですね。で、申し訳ないですが、安倍さんの比較的お友達の大手新聞がこういうふうに言ってます。アベノミクスの維持に多くの時間を割き、憲法改正を訴えることはほとんどない。与野党議員が憲法改正をめぐり正面から論戦を挑む安倍もなきに等しい。果たしてこれでいいのか。自民党は衆院選の政権公約の中では論点の明記を見送った。3分の2に手が届くというまたとない公示にあえて憲法論理に火をつけるのは得策ではないという判断なのか。大変残念だ。安倍さんの比較的お友達の大手の新聞がこう言ってるんです。要するに安倍さんはこの総選挙で3分の2の多数を得たかもしれないけれども、その中で集団的自衛権についても憲法の改悪についてもほとんど言ってない。にもかかわらず議席を取ったらこれで私は何でもできるんだという、こういう論法でやってるわけです。ですから最近明らかになってますように、国会の審議の時間が減れば減るほど、国会の審議が過ぎれば過ぎるほど、多くの有権者市民はこの法案はおかしい、この法案を今度の国会で通すのは無理だ、やめた方がいいという声が7割にも8割にもなっている。ところが安倍さんに言わせると、本当にこの人はおめでたい人だと思うんですけれども、それは自分の手ではなくて有権者が理解をしてないんだというふうに彼は考えるんですね。なんと自分に都合いいことばっかり考えるのか、こういうのは極楽とんぼというのか何というのか分かりませんけれども、しかし一国の首相が極楽とんぼでは本当に困るわけです。まして憲法の改悪とか集団的自衛権を扱う首相がこの国会でそんなデタラメをやられたら本当に困る。ですから私たちは衆議院で、衆議院の期間中みんなでこれに対して大きな抗議の声を上げた。連日数万の人々がこの国会を包囲した。そういう中で安倍さんは慌てて強行採決をやったわけで、今参議院に回ってきています。私たちはこの参議院に残された7月8月9月の期間を、この安倍さんのこうしたデタラメな説明、有権者市民に対して何ら説明らしい説明をしないで、ただただ多数議席、アベノミクスで果実的に手に入れたこの議席を使って強行するという、こういうやり方に正面から反撃をしていく必要があると思っています。先ほども言います、どなたから言いましたけれども、8月の30日には私たちはこの国会を10万の市民で包囲をしようと思っています。
今までは2万人、2万5千人、あるいは3万人という行動がありました。しかし今度の8月30日は10万の市民でこの国会を包囲する、永田町一帯を揺り動かす、こういうデタラメな安倍政権に対して私たちの回答を突きつける。そしてこの国会周辺だけではなくて全国の仲間に呼びかけて100万人大行動をやる。全国の津々浦々から安倍政権のこの戦争法案反対だという声を崩壊と巻き起こして、安倍政権を打ち倒すような戦いをこの7月、8月、9月皆さんと一緒に全力を挙げてやりたいと思います。どうか皆さん、大変暑い時期です。しかし暑いのは私たちも暑いですけれども、安倍さんの方も暑いんですよね。ですから我慢比べです。分けるわけにいかない。何としてもこの暑い夏、全力を挙げて戦争法案反対の声を、安倍内閣退陣の声をさらにさらに大きく巻き起こして、私たちはこの国の戦後70年が70年で終わらないように、80年、90年、100年と私たちが戦後を語ることができるような、そうした戦いをやりに行きたいと思います。皆さん、この時代に生きている我々の責任です。この時代に生きている我々は必ずこの安倍政権の戦争法案を阻止しなければいけないと思います。私たちがこれまで生きてきた責任にかけて、次の世代に戦争のない社会、アジアの人々と仲良くする社会、それを受け継ぐために全力を挙げて共に頑張りたいと思います。最後まで頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、共産党の参議院議員井上聡さんがご到着ですので、ご発言をよろしくお願いします。寺田大久保さんです。共産党の参議院議員の井上聡です。安倍総理は衆議院で強行したときに、衆議院では与党の質疑時間が短くて十分に理解をしてもらえなかったと言いました。そしてそれからテレビに出て火事であるとか小島であるとか説明しました。そして今週は月曜日から今日まで4日間毎日安倍総理が答弁しましたけども、皆さん、国民が理解が深まったのは、この法案は憲法違反であり廃案しかないという理解が深まったんじゃないでしょうか。この間の今日の与党の質問も、とにかく北朝鮮の脅威を煽るだけ、本当にひどい質問でありました。私は今日は集団的自衛権の行使について、安倍総理は盛んに海外派兵は憲法の必要最小限を超えるからできないと言ってきた、このことを追及をいたしました。そもそもこの法案に海外派兵はできないということはどこに書いてあるのか、書いてないんですね。あるのは事態に応じて合理的に判断をするだけだ、これしかありません。じゃあそれ誰が判断するかといえば政府だというんです。だから結局質疑を通じて明らかになったのは、一般に憲法では海外派兵は必要最小限度を超えるからできないと言いますけども、法律上は可能性できるんだと。しかし一般にできないから例外がある、こういうことになります。法律上はできるということを認めた。そして皆さん、何をもって例外をするのか、政府の判断です。例外の基準を私は示せと言いましたけども、総理はそれは個別に判断するのでそれを示すことは困難であると、こういう答弁しました。結局皆さん、時の政権が勝手に判断をすれば、あれも例外、これも例外といってどんどん海外派兵ができるということが浮き彫りになったじゃありませんか。あの今大問題になっている磯崎総理補佐官は何と言ってるか、国際情勢の違いによって必要最小限も変わるということは政府は一貫して言ってきたというんです。ですからこれから国際情勢は変わった、必要最小限は変わった、だから海外派兵これも例外、これも例外。皆さん、
総理はホルムズ海峡しか念頭にないと言います。総理の頭に何があるか私はどうでもいいんです。法律でどう縛られているのか、何もないということが明らかになりました。そして皆さん、単に法律だけじゃないんですね。現実に海外派兵の準備が行われている。去年の1月から2月にかけて陸上自衛隊がアメリカのカリフォルニア州にあるなんと70キロと50キロ3500平方キロメートルもある訓練場でアメリカのストライカーセミナーというのと共同演習をしてたということを明らかにいたしました。だがこの訓練場にはアフガニスタンやイラクのような街があってモスクもあってご丁寧にアラブ系の俳優がそこで生活をし住民に模したテロリストまで配置をしている。そういうとこまで日本の自衛隊が戦車まで持ってってアメリカと一緒に訓練をしているんです。だから3500平方キロメートルと言いますと鳥取砂丘の90倍ですよ。そしてそこにあるのは中東を模した町並みですよ。一体なんでこれが日本の防衛に関係あるんですか。想定しているのは侵略国に対して日本がアメリカと一緒に共同対処する、まさに中東に行って戦闘するための訓練じゃありませんか。アフガニスタンにもイラクも行かないと言いながら実際には着々とこういう訓練が行われています。法律にも歯止めがないし実際に自衛隊がこういう訓練をしている。どっからどこを見てもこれは憲法違反じゃありませんか。災害派兵のための戦闘法案じゃありませんか。そんなものを絶対に通すわけにはまいりません。来週の月曜日にはあの問題発言をした磯崎補佐官を参考人として委員会に招致するということを今たった今決まりました。だからこの問題を含めて徹底追及をしてこの戦闘法案を必ず廃案に落とすためにご一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではもう一度スペースコールをしていきたいと思いますが、一つご注意を、今日もですね、安倍政権の目論見が外れてですね、連休を超えても夏休みに入っても、まだまだ人が増えている状況です。ありがとうございます。そういった状態であの通路の確保をですね、ぜひよろしくお願いします。道はですね、開けてください。今日も混み合ってまいりましたけれども、ぜひあのこの行動を成功させるためにご協力をよろしくお願いします。それではスペースコールよろしくお願いします。それでは、議会で頑張る議員さんと一緒に国会に向かってコールを行っていきましょう。Hi, young.
すぐハイアン、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 ハイアン。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして民主党の参議院議員の、小川克也さんいらっしゃいましたのでよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ご紹介をいただいた民主党の安全保障特別委員会の委員を務めております参議院議員の小川克也でございます。民主党は筆頭理事に北沢俊美元防衛大臣、そして次席理事に福山哲郎元外務副大臣元官房副長官を当て、廃案を目指して全力で頑張っているところであります。暑い中大勢の皆さんの応援をいただいて、なんとも心強い限りでございます。国民の皆さんの応援をいただきながら廃案を目指して全力で頑張ってまいりますが、実は国会の中の議席配分は衆議院ほどではありませんけれども、与党が絶対的な多数を持っています。私たちは議会のルール作り、そして言論論戦、そして国会の皆さん、国会の周辺で応援をしていただいている皆さんや、あるいはそれぞれの町で、それぞれの地元で反対を捉えていただいております大勢の国民の皆さんと連帯をして最後まで頑張り抜きたいと思っております。まずご報告があります。国会にはさまざまなルールがあります。衆議院では今回の特別委員会、45人の特別委員会としてスタートをいたしました。参議院は国会議員の人数で約半分でありますので、衆議院に並びの体制で与党は提案をいたしました。しかしこの特別委員会が開かれるまでにさまざまな交渉を得て、私どもの野党第一党の国会対策委員会を中心に粘りに粘って45人委員会という大きなサイズの特別委員会を設置することができました。そのことによって福島みずほさんや山本太郎さんの演説あるいは質問を聞くことができるようになりました。多種多様な考え方を国民の皆さんと共有をしながら廃案を目指してまいりたいと思っています。私どもは現実的な日本の国土、領土、領海、領空、そして国民の生命財産をしっかり守っていきたいという立場であります。私自身も北沢防衛大臣を支える防衛副大臣を務めました。月曜日から北沢元大臣が高らかと本会議で格調高い質問をし、今求めているのは廃案だと明確に主張をさせていただきました。その後テレビの審議が火水木と続きました。テレビやインターネットでもたくさんの皆さんに見ていただきました。まずは安倍政権、この法案を出してしまってから自分はこういうつもりはないというふうに一つ一つ弁解していただいても全く意味がないんです。弁護士会の皆さんともしっかり勉強をさせていただいておりますけれども、場合によっては政府の判断で総合的に判断するという答弁がいかに多いことか。そしてそんな中で私どもの同志はさまざまな答弁を引き出したところであります。憲法は、憲法第9条は専守防衛、これを謳っています。今日の議論では専守防衛の土台が怪しくなるような答弁がありました。集団的自衛権を行使できないとする歴代の法制局長官がしっかりと受け継いできたその見解を変える、横畑現長官の言っていることも意味をなさなくなってまいりました。
そして密接な関係にある他国が武力行使を攻撃を受けたときに、我が国は武力行使ができると明確に答弁をしています。すなわちそのことは、私たちの国が攻撃を受けていないのに攻撃をすることは先制攻撃につながることにはなるのではないでしょうかと質問をいたしました。外務大臣は先制攻撃に当たると答弁をしたわけであります。憲法9条を持ち専守防衛の我が国がどうして先制攻撃を可能にする国家に変わることができるんでしょうか。安倍政権が、安倍総理が、各大臣が答弁すればするほど国民の皆さんの疑念は大きくなってまいります。これは答弁する方々の性格が悪いからでは私はないと思います。法律の立て付けが悪いです。こんな悪い法律は廃案にするしかありません。これからもたくさんの質問者が今回の法律の問題点を一日一日一つ一つ明かしてまいりますので、最後まで廃案にするまで国民運動を盛り上げていただきますように、共に戦っていただきたいと存じます。皆さん暑いですけれども、参議院にお盆休みはないようであります。どうか共に戦っていただきますように心からお願いを申し上げ、民主党を代表してのご挨拶、連帯の挨拶に変えます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、社会民主党の福島瑞穂さん、参議院議員よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。今日も暑いですが、たくさんの皆さんがこの衆議院議員会館の前に集まって廃案しかない、そう思っていただいていることに本当に勇気づけられます。みんなの気持ちを一つにして、そして熱い熱いうねりをさらに作って、どんなことがあっても廃案にしていこうではありませんか。皆さん、今週から参議院で戦争法案特別委員会の審議が始まりました。私も今日質問に立ちました。デタラメな法律、憲法違反の法律ですから、審議すればするほど支離滅裂です。3、4件の中で安倍総理に聞くと、海外で領土領空領海、他国の領土領空領海に行って武力行使は一般的にはしないと言いながら、中谷さんはするみたいなことを言ったり、今日この3、4件で中谷さんに地球上で地理的な制限はないですねと聞いたら、そうですというふうに答えました。ありがとうございます。総理はホルムズ海峡に矮小化して集団的自衛権の行使が戦争でアメリカとともに世界中で武力行使をするということを隠そうとしています。でも違います。先ほど井上さんもおっしゃいましたが、私も今日、去年1月に自衛隊がアメリカで大きな砂漠で演習をした、まさに実戦の集団的自衛権の行使の訓練について質問をしました。架空の国の紛争があった時に日米で制圧をするという中身の訓練です。でも皆さん、こんな訓練、憲法にも法律にも反した訓練ではないでしょうか。そして皆さん、これはまさしく戦争法案を先取りした、いやもっと進んだ訓練です。こんな訓練をやっているわけですから、この内閣は一旦集団的自衛権の行使を認めるという法案を成立させたら、全面展開で世界中で戦争をする、そう思っています。だからこの法案に反対です。今日私はもう一つ、国際平和支援法は戦争法支援法ではないかということを質問をしました。今まで
弾薬は提供できませんでした。それがなぜできるんですか。周辺事態法で給油もできない、発進する戦闘機に給油はできないとしていたのがなぜできるんですかと聞いたら、中谷さんは今までアメリカからのニーズがなかったからだと答弁をしました。だったらアメリカから要求されれば武器の提供も戦場の隣でするんでしょうか。とんでもないふざけた答弁だと思います。総理は戦争法案という言葉が大嫌い、集団的自衛権の行使と言えと言っていますが、イラク戦争もベトナム戦争も戦争ではないでしょうか。私たちは大きな声で言いましょう。戦争法は反対、そして国際平和支援法ではない戦争支援法だと言っていきましょう。戦争するのに平和というな。今日私は質問の最後に総理に対して集団的自衛権の行使を初めて合憲とした内閣、憲法を憲法と思わない総理大臣は退陣しかないと言って質問を終わりました。憲法を憲法と思わない総理大臣には退陣してもらいましょう。皆さん来週の予定をちょっと聞いてください。月曜日あの磯崎補佐官が参議院に参考人として来ます。野党の民主党が代表して15分間質問しますが、磯崎さんの法的安定性なんて問題ないと、そんなこと考えなくていいという発言は絶対に許してはなりません。月曜日に一般質疑があり、火曜日に総理入り、テレビ入りで、また今日のような7時間の集中審議があります。そして水曜日は一般質疑6時間の、これは総理は出てこないんですが、審議があります。木曜日、金曜日はありません。月火水ととことん審議をして、この法案、廃案に結びつけるべく大いに頑張っていきたい、そう思っています。大きな声でみんなで廃案しかない、そのことを実現していきましょう。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます、今日は、沖縄の今問題になっている辺野古のあるですね、大浦湾周辺の住民の方がいらっしゃっています。二見井国住民の会の、松田富士子さん、よろしくお願いいたします。
来県の美しさだけではありません。この海は国内外の研究者が世界に類を見ない工場の海で、新種や未発見の生物が生息している生物多様性の貴重な海であり、ジュゴンの住む自然環境保護区の1位のランクに指定されております。とても価値のある宝の海であります。しかし安倍政権は一連の選挙で示された圧倒的な反対の民意を無視、問答無用で県民を弾圧し、当時の反対を無視、問答無用で県民を弾圧し、工事を強行しています。会場の広範囲に張り巡らされた黒部位の内側には工事船や海上保安庁の監視船やボートの船団が、外側には木の葉のように由来が浮かぶカヌーや工事船の小集団が対峙し、まさに民意と政権の戦いが展開されている現場です。私たちは毎日この様子が目に入り、不安と怒りと止めなければと焦り、落ち着きません。海は一日一日壊されています。ゲート前や会場では非暴力で建設反対、工事をやめて、海を壊さないで、サンゴを潰さないでと必死になって訴えている県民に、国は海上保安庁や防衛局、警察を動員し、強権を振りかざして抗議の市民を威嚇、排除したり、確保したり、ねじ伏せたり、突き落としたり、喧嘩、怪我人が出るほどの蛮行を繰り返しながら工事を強行しているのです。この様を身につけ、日本の民主主義、この国の在り方、進む方向に憂いを抱かざるを得ません。今こそ国民の力でこの政権をストップさせなければ、日本の民主主義が崩壊し、日本の平和な未来は望めません。沖縄は戦争で本土防衛の捨て石にされ、戦後は本土から切り離され、基地を押し付けられ、27年間主権を奪われ、基地と共に生き、基地被害に悩まされてきました。72年の復帰では、基地抜き本土並みを望み、日本国憲法のもとに帰れると喜んだにもかかわらず、いまだに基地負担は軽減されることなくあり続け、さらに要塞化した100年200年対応の新基地を押し付けてくる理不尽なやり方に、県民は満身の怒りを込めて反発し、政府に立ち向かっているのです。18日には午後、ゲート前や国会前はじめ全国各地で安倍政権への怒りと反発の抗議集会が持たれ、安倍政府を許さないと厳しい国民の声が突きつけられました。当然でしょう。安倍だけ国民無視をした暴走政権を国民が許すわけがありません。安倍政権は戦後70年の沖縄の苦しみを理解することもなく、民意を尊重することもなく、心から向き合うこともなく、この小さな沖縄に県民を弾圧して、基地と安保を押し付けてくる安倍政権、許さらん、にじららん、わじわじも限界です。私たちはこれ以上国策に翻弄されるわけにはいきません。私は言いたい、日本の平和な70年は沖縄の人数と憲法9条があったればこそのおかげだと。戦後70年、いまだに大戦で犠牲になった戦没者の遺骨収集や不発弾の処理が行われ、戦後処理も十分でない中、苦難の道を歩んできた沖縄への思いに馳せることもなく、勝手にいつか来た道のレールを敷き、
辺野古に新基地を押し付けてくるとはもってのほかです。絶対に許せない。腹の底から怒りが込み上げてくるばかりです。何度も何度も示された基地に基地反対の民意も一個だにせず支持している冷血な政権に心が凍る思いです。国防は大事です。日米安保が大事なら日本全体で公平に分担すべきでしょう。これ以上基地はノーと示した民意も紙くずのように扱われ、安保のためなら民主主義の論外ですよと切り捨て沖縄に押し付けてくる安倍政権の沖縄差別、沖縄蔑視が許せません。私たちが許せないのはあまりにも不公平、不平等があるからです。私たち140万沖縄県民も同じ日本国民なら学研同様民意を尊重し願いを聞き納得できる向き合い方をしてほしい。最近の安倍政権は国民理解不十分のままでの強行採決、市民運動への弾圧、強権を振りかざし国民に背中を向けて暴走している政権に民主主義の崩壊を感じ不安がいっぱいです。さらにヘイトスピーチ的で下品な発言や報道を抑圧する作家や国会議員、違憲だと言われても冒険だと言い張る政権、世界に誇る平和憲法を否定するなどなど理解しがたい言動の多発、日本社会の知的劣化が起きていると嘆く人々も、政権の檻の中で暴走している安倍政権を断じて許さず、私たちの運動の勝利で真の民主主義を勝ち取っていきましょう。沖縄は沖縄のことは沖縄が決める。固い決意のもと県知事市長を先頭に島ぐるみで立ち上がっています。そんな中全国各地からは沖縄を応援しようと物心両面で温かい支援の輪が広がっています。また昨日は関東ブロック一坪反戦地主の緊急集会にも参加させていただき、頑張る勇気と力をいただきました。さらに嬉しいことは県内外から若い方たちがゲート前の運動に駆けつけてくださること、また連日国会前で若者たちの熱気に満ちた抗議集会が行われていること、そして先日は子育て真っ最中の母親父親が戦争法案に危機感を持ち反対の意思表示を行動で示した親子のデモ行進、自分たちの将来、子どもたちの将来に不安を抱き、日本の政治の在り方、こんな日本ではいけないと立ち上がった若者たちに希望を見て拍手を送っています。お集まりの皆さん、戦争法案の戦いも辺野古の戦いも日本の真の民主主義を実現するための戦いです。平和な日本を作るために絶対に勝たなければなりません。言っていることとやっていることがあれこれで民意無視、聞く耳を持たず問答無用で国民をないがしろにして暴走する政権の危機を共有し、オールジャパンでストップ安倍への結束をともども期待申し上げ、ともどもに頑張る決意を申し上げて、沖縄から連帯の挨拶といたします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、日弁連の健康問題対策、本部の、山口亮太さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました弁護士の山口です。私をですね、衆議院での審議の状況、それから参議院での審議の状況、もう一度読んでみましたけれども、法律家としてとっても悲しくなってしまいます。まず第一にいろいろ言っていますけれども、
政府が今回何十年も続けてきた政府の憲法解釈を突然閣議決定で変えてしまった、このことは何よりも憲法の平和主義の限界を超える、それから長年にわたった政府の見解を勝手に変える公的安定性を害している、このことは明らかだと思います。そのことを首相の補佐官もはっきりと言っています。これは言い間違えたんではなくて、まさしく本当のことを言う、あの人はすごい正直な人なんだと思います。昨年の4月1日の閣議決定では、その前に公明党とこれまでの政府の考え方と論理的な整合性を合わせる法的安定が大事だ、そういうことで作ったと言われてきたんですが、総理の補佐官がそれを根底から覆すようなことを言っている、これが今回の法案の問題点を明確に示していると思います。弁護士は法律家です。法律の支配、法の支配、法的安定性、立憲主義、こういうことが何よりも大事だと思っています。もし法律に基づかなくて総理大臣がこいつは気に食わないと思ってしょっぴいてしまう、こういうようなことが起こったら、皆さんの安全な平和な日常生活は一日も成り立ちません。そういうことが起きないようになっているというのは、憲法で基本的人権が定められていて、たとえ議会で多数を握っていたとしても、総理大臣でも一人一人の人権を守らなければいけない、こういう立憲主義、憲法に基づいて政治が行われる、憲法の制約を政治家が守る、こういうことがあって皆さんの一日一日の生活が実はできているんです。それが今根底から覆されそうになっているから、法律家はみんな立ち上がって、これではいけない、憲法を揺るがせにするような法律はいけない、こういうことで立ち上がっているわけです。それともう一つ、審議を聞いていて、法律を作るには立法しなければいけない立法事実が必要だ、そういうことがよく言われます。もう最初はホルムズ海峡と言っていたものが、また閣議決定の時にはお母さんと赤ちゃんを乗せた米艦を防護すると言っていたのは、どれもこれも審議の中でだんだん怪しくなってきています。最近では南シナ海のことを言い出したり、それから中国が日本のそばで油田を作ってる、海底油田を、ガス油田を掘削する櫓を作ってる、こういうことも言い始めました。でもそれは集団的自衛権で地球の裏側まで行って何かしようとすることの理由にはなっていないと思います。中国との問題や尖閣の問題は日本の専守防衛の問題です。国を守るという問題と遠く外国まで行って戦争する、これは全く別のことです。そういうことがきちんと議論されないから国民の理解は進まないんです。もっとも国民の理解が進んでも憲法違反の法律が憲法に適合することはありません。その意味で弁護士会は52の単位会すべてが安保法制、集団的自衛権の容認はこれは憲法に違反する、立憲主義に違反する、令和憲法に違反する、こういうことで今ここで頑張らなければ法律家として法の支配という国の根幹が失われてしまう、そういう気持ちで頑張っています。皆さん暑いですけれども、私もだいぶ年取ってきて大変ですけれども、元気を出してですね、最後まで頑張ってこの法案を廃案に追い込む、弁護士会の市民の皆さん、お集まりの皆さんと共に最後まで戦う、
そういうことを決意して連帯挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それでは今後の行動提起を、児玉さんよろしくお願いいたします。皆さん遅くまで本当にお疲れ様です。憲法協働センターの児玉と言います。今日皆さんのお話がありました通り、この7月私たちは本当に全力で活動を切り開いてきました。その成果は安倍政権が追い込まれて強行採決を衆議院で行いましたが、一方で新聞各社の世論調査でも安倍政権の不支持が5割を超え、今までのお話もあった通り日々毎日その不支持が広がっている。これが今の情勢ではないでしょうか。4月26日国会本位行動には約2万5000人、7月28日日比谷大集会には約1万5000人もの方が暑い中参加し声を一緒に上げました。私たち総がかり行動実行委員会はこの全国の人々の怒りの声と結んで清掃法案成立を阻止するまでご一緒に全力で戦う決意でいます。8月はこの廃案のうねりをさらに大きく作っていくためにも、火曜日の街頭宣伝、そして木曜日の国会前集会を中心に継続して取り組んでいきます。そして先ほど来お話がありました、その一大決戦点として8月30日には清掃法案廃案安倍政権退陣 8.30 国会10万人全国100万人大行動を提起します。8月30日の日曜日には14時から16時までこの国会周辺に10万人を方に結集していただくとともに、また今全国でも同じように総がかり行動が各地で広がっています。その方たちともつながって 8.30 国会10万人全国100万人大行動で安倍政権を本当に震撼させていこうではありませんか。東京と全国が一体となって戦争法案廃案目指して安倍政権を追及する賛同者の方、またカンパの組織、また新聞意見広告は23日付朝日新聞、毎日新聞、東京新聞に掲載する予定です。チラシも作ってネットや SNS などを通じての宣伝、また全国各地で草の根での集会や宣伝などあらゆる運動をこの日に広げていきましょう。一斉に同じ時間にコールをする、こういうイメージの100万人大行動です。ぜひ国会にも10万人の方が集まってください。よろしくお願いします。今日は地域や各地での取り組みです。先ほど来お話ありましたが、戦後70年また平和の夏、本当に全国での運動の爆発的な高揚がこの8月大事です。それが鍵だと思います。衆議院や今審議されている参議院の国会議員の地元事務所にはぜひ地元から押しかけてください。そしてまた全国各地で今都内でも行われてますが、野党との連携、統一の行動、また自民公明など議員への働きかけ重視して政権を揺さぶるこうした行動、皆さんとご一緒に頑張っていきたいと思います。
またこの戦争法案に反対という保守系の著名人の方、農協の方、市会のなどの保守系の方なども含めて、戦争反対で意思統一できる皆さんと、この地域から各地から共同を大きく広げていこうではありませんか。全国を貫く総がかりの力で、文字通り戦争法案廃案、安倍政権退陣、政策転換実現を勝ち取っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後にスペースコールを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今月最後の目標行動になりました。来月も木曜日頑張るぞということで、そして先ほどもありましたが、8月30日、本当に10万人集めて、安倍首相、安倍政権に圧力をかけて、安倍首相には、安倍首相を引きずり下ろす、そういった戦いにしていこうではありませんか。それでは国会に届くコールを行っていきましょう。戦争法案絶対反対。安倍政権
天の暴走を止めよう。戦争法案絶対反対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 。戦争法案今すぐ廃案。戦争法案今すぐ廃案。最高の人数になりました。さらにさらに大きく広げながら8月30日、また10万人、100万人と大きな大きな、うねりを作り出していきましょう。今日はありがとうございました。